鈴木宏、岡田投手の先発の適性はどういうふうにご覧になってますか、うん、あまあ、俺はいいと思うけどね、賛成。賛成というか、うん、大賛成。それはなぜ ?2 人ともまず性格が、まあ、まあ、簡単に言うと優しい。うん、だから、なんとなく1イニングをぐわーってもう、ぼうぼうに燃えていくより。 少し先発で、まあ、1点、2点、3点ぐらい5、6回投げてくれた少し余裕があるポジションの方が、彼ら2人は力発揮すると思う。もちろんもう、ね、先発で完投だ、完封だっちのはまあそれは無理だと思うけど、まあ、5回ぐらいはしっかりうまくいけば投げれるから。うん 彼らはもう,もうみんなそうだけどもう絶対ゼロで抑えたやろうという気持ちが強すぎて、うん、いいボール持ってるんだけどなかなか1イニングで結果出ない時が多かったから、うん、あの俺はまあ先発に回した方が少し気分的に余裕が出てくるから適正してんじゃないかなと思うけどね。